宮城大弥、衝撃の報道にショックを受ける。オリックスの宮城大弥が落胆している。その様子を同僚の紅林幸太郎が自身のインスタグラムで公開した。宮城は好きなタレントを有村架純と公言しており、高橋海人の熱愛を女性セブンが報じたことにショックを受けたようだ。宮城は紅林の投稿を引用し、頑張ろうとコメントしている。宮城の来シーズンが心配や、笑い。宮城くん失恋してるやん、どうまいやで。落ち込んでる割に記事を RP してる宮城草。多分数年後に可愛い女の子と結婚するんやろうけど、今はショックやろうね。トレンド入りの理由これか。今年は泣いたりショックなこと多いな。マーワイもショックやわ。宮城には佐々木がおるやん、相思相愛やぞ。安心しろ、断然宮城の方が稼ぎいい。